お疲れ様でございます。本日で6月も終わりということになります。まあ稼ぎたい稼ぎたいと言ってね、2024年に入ったわけですけども、あっという間に半年が過ぎて、実際どのぐらいの人が稼げてるんでしょうか。ということでね、今年はね、手元に届いた数字だけなんですけども、ちょっとね、計上してみたんですよ。いやらしいですね <laughs>。はい、えー、まずね、今年の テーマと言ってもいい生活保護の方ですけども生活保護なんだけどもお金を稼ぐことはできますかっていうふうなご相談を受けてあ、ちなみにね今回稼げるって言ってるのはこの半年間で30万円以上稼いだ方のことですねもしくは3万円から5万円の間でコンスタントに毎月6ヶ月以上稼いでる方のことですねはい、これを稼いでる方というふうに今回は定義しますそれでね生活保護の方が 9名中6名の方が、えー、稼いでおりますね。で、6名の方はね、塾費用をね、払ってくれるんですよね。だからね、全員入金完了でございます。残りのね、生活保護の方、3名の方がまだね、ちょっと思う成績が出ていない。もしくは、まあ、成績出てるかもしれないんだけど、私の方に報告がないので、まあ、頑張って、これからもね、稼げますんで、やってもらいたいと思います。 二つ目、50代というのもね、一つのテーマになっております。50代で稼いじゃってる方。一部、生活保護の方と重複するんですけども、24名中、12名の方が50代で稼げるようになったと。つまり、30万円以上稼いだか、毎月3万とか5万、このあたりで稼いでるってことですね。で、さらに、これはね、熟成さんがね、 稼ぎるようになりましたって報告してくださった方なんですけども、えー、8名の方はね、コンスタントに稼ぎるようになりましたということでございました。熟成さんに限っては、毎月30万円以上6ヶ月稼いで稼いだ方ということでね、今回レポートをいただいてます。8名ですね。まあ、何名中何名っていうのは非常に熟成さんっていうのはね、入る時期が違うんで答えにくいんで、今回はこの半年間でレポートを上げてくださった方が8名ということにさせてもらいます。 ということでね、特にね、ま、あ熟成はね、稼いで当たり前なんですけども、50代の人。うん、50代の人っていうのは、あの、会社員でいる人っていうのはね、ビジネスのセンスとかお金に関する感覚はあるんですけども、いかんせん給料が入ってくるっていうことで、いまいち、ええー、偏りがあるのかなと思いますね。それから、やっぱり、今ね、ほとんどの方がね、12時間前後勤務してらっしゃるんで、とにかくヘトヘトになって時間がないということで、<laughs> あの私のね、彼かれらもの動画を見るのが精一杯で、自分でアウトプットすることがほとんどできていないというふうなね、お悩みをいただいております。根性で乗り切れというふうに言いたいんですけども、そうもいかないからご相談いただいてるんでしょうんで、なんとかね、方法をね、いくつか提案しましたんで、取り組んでみていただきたいかなと思います。で、えっ、ー、と、生活保護の方ね、生活保護の方、一番高い確率で稼げるんですよ、実は。生活保護の方ってね。 えっと、9名中6名の方がね、今年稼いでますからね。というのがね、やっぱり時間があるんですよ。うん。あの、基本的に時間がある。<laughs> この時間があるってのが一番の資源なんですよ。資産なんですよ。で、先ほどもサラリーマンの方って言いましたけども、あの、日々ビジネスに取り組んでらっしゃる会社員として、いろんなミッションを解決している会社員の方でも、時間がないんで、 手が出せない、できないっていうところに来ちゃうんですよね。うん、だから、時間がなくてもこれはできるでしょうって言っても、その時間もないんですっていうふうになっちゃうんですよ。まあ、ですんでね、時間っていうのは私もね、どうしようも作りようがないんですよ。それこそ、有給休暇でも取りなさいみたいなことになっちゃうんですよね。まあ、ですんで、そういう人でも、わずかながら稼げる方法とか、隙間時間を一緒に見つけていくっていう取り組みから始めるんで、ちょっとね、まさに時間がかかるんですけどね。 うん、ただやっぱりこう生活保護の方はその時間っていうのはあのフルに使えますんでねあとは気が乗るか乗らないかとね、うん、稼ぐ気持ちがモチベーションが消えてないかどうかっていうところなんでしょうねあとはあの言う通りにやったらまあまだ大体似たような結果出ますんで頑張っていただきたいかなと思いますはいまああの自分の思い通りの人生は僕を できますんでね。100%パチッとはまらなくても、自分の思いどりの人生を、こう、作っていくことができますんで。徐々に、そっちの方に向かっていきましょう。それでは。